ちょっと喋りたいことあって、はいはい、最近なんかね、怪談界隈とようつるましてもろてんすよ、うん、村上ロックさんあと会わせていただいて、うん、なんかモヒカンみたいな、モヒカンじゃなくて学生服に、うん、ソフトモヒカンみたいなしてる方で、うん、でその日本一怪談うまいなんて言われてる誰が村上ロックさん、あそうなんだ、うん、そうそうそう、あのスリラーナイト、あスリラーバーだっけ、うん、あの看板怪談師ですよね、うんうん、とも、ロックさんと、うん、あとキネさん、前僕が動画で話した霊能者と3人で会ったよっていう時の、まあ、1人ですよね、ミュージシャン、いやミュージシャンじゃなくて広告代理店とかあったかな、それこそデザイナーとか、なんかそこら辺のおしゃれなやつやったわ、うん、そう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 、うん、おしゃれな人で、うん、で名前出てこないですよね僕は名前出てこないけれども、知らねえもん、怪談界は新進気鋭の、いや俺も知らんよ、新進気鋭のね、看護師かな、大事だろそれ、看護師やられてる怪談師でもおしゃべりすごいうまかったわ、話してみたらね、こんな話があってこんな話がありましてねって言って言うて話聞いたらものすごい面白くって話も、うん、でロックさんも、まあ、当然ですけどものすごい話面白くって、うん、いやなんか夜やったなーって思ってたら、うん、次はあれですよ、山湯さん、ああ山湯さんね、うん、山湯さんと前一緒にイベントやったおしどくんっていう、あおしど圭くんっていうね、まあ、またその話うまい子ですよ、うん、と3人でお会いしてもって、うん、でそれもっと遡ったら、うん、下駄さんとも会ってたでしょ、ああ下駄さんも階段やるわね、ですよね、うん、でこの間は田中さんと会ったんですよ、うん、田中俊幸さんと会って、はいはい、すごい怪談師と最近確かに多いね、弱うなと思って、でニアミスで言ったらあの山口彩子さんとこの間ニアミスってなんだよ、ニアミス、ニアなんていうの、ニア、うん、ニアミスでいいんだけど、うん、すれ違ったの、もうほんまに数秒、俺が入った時に出る収録かなんかとか、うん、そういうことで山口彩子さん挨拶するぐらい、うん、久しぶりです、うん、久しぶりですっていう感じのそんな感じするわな、くらい、うん、なんかすごい多いね、最近怪談会が俺に寄ってきてるんですよあっちが寄ってきてる、すり寄ってきてるんですよなんか分からんけど寄ってきてるのか分かんないけど、うん、たまたまじゃなく、あでもたまたまなわけないか、飯食いに行ってるとかだもんね、飯食い行ったりとか、最初はキネさんに誘われて、うん、次おしどくんでしょ、うん、ゲテさんは僕らは誘いましたけど、はいはいはい、とかね、なんかいいんじゃないの別に、うん、何が言いたいの、むしろ最近は吉田さんとも会ったわ、あ吉田裕樹さんね、吉田裕樹さんともお会いさせてもらってとかあったりね、うん、なんかその人たちだけでも、うん、あのイベントできそうな感じの人たちばっかり、俺が怪談グランプリ取った時、うん、2回ありました、その時はもう何もなかったのにいや取った時普通寄ってくるじゃん、こういうのって寄ってくるって言い方はちょっとわからないけど、人じゃのって階段階が寄ってくるじゃん、すーっといやちょっとわかんないですけど、ちょっとイベントやりませんかとか、まあでも確かに、うん、そうか、そういうタイミングの方がいいのいいよね、そういうもんでしょう、あのほやほやの方がいいもんな、そうイベントやるなら、確かにそこそ今日 M1 の準決とか決勝とかなんか言うてましたけど、うん、優勝したらお笑い番組寄ってくるじゃん、まあ確かにそうだな、ないのよ全く、だ唯一あったのってあれよ、この AV 女優と怪談会やるみたいなあれもまた全然違うところからのあれだしな、うん、目の前でやせつされて、キョさんはそれ鼻伸ばして見てるっていう、それを俺が引いた目で見てるっていう、あれは最高だったけど、どうか最高だよ、やらねえかんなもう呼ぶなよ、あんなもん、いやあれはもう受けんなよ、ほんでよかったけど、 俺だけでも行くわ、じゃああれは行けよ、もう客で行くわ、俺ピンの仕事で全然行くわ、それ写真いっぱい撮ろう、俺ピンの仕事でもそれだけは唯一行くわ、全部断ってるけどな、いやいやもうそれは行く、そんなんがあって最近なんかねすごいんですよ、うんうん、なんだろうね、なんかあるきっかけは、きっかけはね、あでも誰かが言ってんじゃない、田中さんなんですよね、うん、田中さんが言えば来るよあいつって、一回なんかあのご飯食べさせてもうて、うん、その時に田中さんが「早瀬君おもろいってみんなに言うときますわ」って言って、うん、すっごい言ってくれてるみたいで、本当に言ってるんだろうね、 そしたらそのアップスーさんがね、うん、アベノハルカスでやる時に、ね、うん、早瀬君っておもろいって聞いたからちょっと連絡させてもらいましたっていうので連絡は取ってたら仲良くなって、すごいねその入り、そうだから田中さんってすごいんだなと思って影響力あんだよ階段階では、そうそう、まあ、でも引っ張りだこじゃんあの人、うん、そうですね、あの階段ね、イベント、うんうん、どことも仲良くやってるし、うんうん、
だからもしかしたら階段の仕事増えそうやなと思ったりとかね、うん、ただ僕は断ろうと思ってます。なんなんだよ苦手なんです。別にいいじゃん、やるやるやね、出てんじゃんちょくちょく。うん、でもやらしてもらって気づいたんですよね、うん、できないって。なんでやってるからなんか出てんでしょ。やっぱりその階段っていうものに対しての熱量が違うんすよね、うん、チャンピオンになった人とかとたくさん会わせてもらって、その時に、うん、あ、俺はこっち側じゃないなって気づきましたね。まあ、階段やってる人は基本好きだからね。うん、好きなんですよ。好きだし、もう本当に話すの好きなんですよ、うん、階段を。あ、プライベートでもってこと、うん、ああ、そうなんだ。愛もあるんですよ、ものすごく。これをどううまく喋ろうとか、うん、俺、なんかね、うん、それを、それこそ村上ロックさんとその階段誌のその2人の方、キネさんとその人で、うん、はいはい、なんか3人で話してる時に、こう階段をこう話してね、こうこうこうでこうでとか、うん、あと階段の大会に出ることの、意味みたいな。意味とか、うん、でも悪い意味もあるみたいな、うん、とか、わーって話してて、俺そこまで考えたこと一回もなかったなと思って階段に対して。まあまあ、だって、うん、それをさ、なりわいにしてないからね、うん、別に。まあしてないですけど、うん、でもまあ話させてもらったりしてるじゃない、うん、階段じゃないけど、ね、僕らはね、まあまあね、うん、写真出してプレゼンに近いじゃないです か、まあ、まあ確かに、うん、オカルトプレゼンみたいな感じだから、それ聞いた時になんかほんまにノーノーと階段誌ですって出させてもらう時があるんですよ。あるね、その、うん、階段、まあ、そういう紹介される時もあるしね。でも僕年に 2,3 回しかやんないんですよ、うん、階段って。まあまあちゃんとね、本当にちゃんとした横に木さんがいない階段、うん、本域のやつってないんですよ、うん、ないな。階段グランプリと階段を、まあ呼ばれてイベントでとかあるよね、イベントとかで、うんうん、まあ、2、3回言い過ぎか、5回ぐらいか、でもね、うん、年にね、そんぐらいしか話さない、うん、でも彼ら多分100回ぐらいやってるじゃないですかね、年っていうか、まあ、それこそね、仕事でやってる人もいるだろうし、うん、そうそう、いや俺むしろ目覚めるかなとちょっと思ったのよ。あ、そういう人と付き合ってね、だってさ、熱量がある人から言われると魅力が伝わるってあるじゃない、うんうん、で、なんつうの、別にそんなに興味なくても、うん、その周りの人から勧められば面白いと思うかもなとか思ったから、僕なんて本当に勢いとあと練習も全然してない。まあまあまあ、そのちゃんとやって人に比べりゃやってないだろうね、うん、うで、どう話そうとかも実はあんま考えてないし、うん、なんかあったことをちょろちょろっと聞いたように話しゃいいやっていうぐらいなんですよ。まあまあ、うん、そこまで考えはしないよな。しないしない、うん、だって取材して、うん、その会った話すりゃいいだけの話だから、まあ、それをどう話したら分かりやすいかなとか考えるけど、うん、それぐらいはちょっと考えるけどね、うん、でもそれを10分以内に5分以内に話してくださいって言われるだけの話だから、うん、練習必要ないと思ってたんで。思ってた、うん、うん、しないじゃん俺だって。練習全くね。分かればいいと思う。で、僕なんて時間制限なんて設けられたことないじゃんそもそも、うんうん、自分なんて勝手に15分以内にしようかとかって言ってるだけであって、うんうん、そうだね、そうだ、超えたりもするし、もちろんもうちょっと短くすることもあるし、まあね、盛り上がりは別に広げりゃいいや、ね、どんどん長くなっていいし、うんうん、その個人、僕はね、僕が思ってるのは、あの個人が目立つことよりも、うん、僕はその、現場が盛り上がればいいなっていう方なんですよ、裏方だし、だから岸本さんがすっごい盛り上げてくれれば、うん、これはもう自分の手柄だと思うんですよ、まあ、それ、ね、それ僕ら二人でやってるから、うんうん、でも階段って一人なんですよ。うん、確かにな。そう。そこは違うわ。なんすよ。で、僕が失敗したら、岸本さんの評価も落ちちゃうかなって思いながらやってるんですよ、ずっと。おぉ、偉いね。だって、都市ボーイズで出てるからね。まあまあね。それは、うん。で、僕がチャンピオンになれば、僕らに目がつくじゃないですか、みんな、うんうん。だからチャンピオンの時は、まあ、メリットあるよね。そう。だから、うん、あ、俺はもうちょっと一個、あの、階段上がれたかな、みたいな感じでやってて、うん、そんぐらいしか考えてなかったんですよ。いいじゃん、でも彼らは、スタンスでも。彼らはね、うん、どう伝えたらお客さんにうまく伝わるだろうとか、うん、あと、いただいてる話が多いから、うん、いただいてる方に対して、敬意を払うというか。敬意を払ってるし、うん、その、伝えたいって気持ちがすごい強いんですよ。うまく、ちゃんと。うん、その勝ちたい、負けたいとか、負けたいないけど、勝ちたいとかじゃなくて、まあね、ネタに対する気持ちが、うん、違うんだね、リスペクトに近いのかな、うんうんうん、なんかその愛があって、うん、で、どう伝えたらうまく伝わるみたいな、はいはい、俺みたいな、いやもうそれ聞いてて俺耳が痛えもん、ずっと、そうそう、あの5分あるから、あの4分目ぐらいのところにきっつい言葉ポーンと入れて掘り込んで、ほんでこうやったら、まあ別に嘘もついてないしええやんぐらいな感じだったんですよ、うんうん、練習もそんな宣伝も、はいはい、ええわぐらいでしたけど、うん、そう聞いてると、うん、もうあの階段の仕事来ても、だからそうね。そんな、なんか階段師ですって、ノーノーと、うん、
出るんじゃなく、いや、まあ、でも、普段そんな階段やってないんですけど、それでもよければ、ぜひお仕事くださいぐらいにしないかんのかなって思っちゃうよね。別にそれはお前が判断しなくても、うん、あっちがそれでいいならいい、いいじゃん。深く考えていません。階段のことはって言わないかんのかなとかね。でも今、お前が言ってて、俺も、うんうん、俺らはだから別に階段ではないけど、ないない、それこそ俺は都市伝説とか、陰謀論とかも多いけど、ね、多いけど、うん、それでも、それに関してそんな気持ちで考えたことあんまねえやと思った。ない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 。考えたことがあんまないかも、そもそも。てかさ、俺は特にないよ。俺ら。ダメよ、ほんま。全く考えてないかもって思って、今。そう、うまく伝えようとかって、うん、ほんまないから、言ってもなかったんですよ。うん。で、びっくりして、え、そんなこと考えてんのとか、その、お客さんはもちろんなんだけど、うん、それを教えてくれた、とかくれた方にもちゃんと分かりやすく、うんねうんうん、あこの話あの人にあげてよかったなって思わせる階段をしなきゃいけないですよみたいな話って熱くダメだよ バレるかどうかでヒヤヒヤしてるとかダメだよだからいやそうよね、うん、だからすごいなと思ってまあでもそこはまああれだよねちょっとオタク気質じゃない、うん、その階段オタクがみんな多いから、うんそこはまあいいんじゃない別に、うん、そのオタクじゃない人がやる角度の方が面白いものもあったりするから、はいはいはい、愛が強いすぎない方がさああの罪の声岸本さんが動画で進めてて、うん、俺も見てて、うん、今日見に行ったんですよほんま ね、うん、あれ覚えてますあの小栗旬くんと星野源くんがね、うん瀬戸大橋渡って、うん、ほんでなんかあの四国行って四国のなんか何や、うん、あれ港みたいなところで二人で車止めて缶コーヒーの下り缶コーヒーそうそう、うん、飲んでて、はいはい、ほんでなんかあのいや僕はねってなんかほんまあの遺族に話してて子供が亡くなったみたいな話しててその時に、うん、あのクリスマスパーティーの火消そうと思ったら手ついてもうたみたいな話があったんですよみたいな、うん、その時に思うんですよね、うん、もう一個もろい話あったらこれタシを抜けるなみたいなそうそうそう聞いてる時に、うん、俺ほんま同じこと考えてるんですよ常にわ、うん、かるわかる取材してる時とか、うん、その要は神隠しとか、うん、こんな女の子おらんなんてとか話聞いてる時に、うんもう一個あったらなとかって思いながら引き出しに行くじゃないですか。うん、そう悲しい話ですねそれとかって言って、うん、ほんまあれ見てる時俺そこが一番胸いやだからそうそう感情移入超できるでしょあそこ。そうしたあそこが一番、うん、俺あそこが一番震えた。ほんまにいや本当そうよ。超きつかった。でそれが正しいのかどうかっていうのを、うん、そうそうそうずっと悔やんでる。からね、自分で自分たちはエンタメで消費してるじゃないですかって言って見たかったもんいやもうほんとそうや、うん、それ話してる時に階段のことを思いつい出したのよ、うんうん、ついね思い出して、うん、あの人ら本気でやってたなみたいな、うん、も俺もほんま取材した話そのまま話してるだけで練習もせんといやほんとそうやそこが違うのよねその人に聞いて、うん、その人にも満足してもらえる話をしなきゃいけないっていうのと僕らはただただ取材して僕らのもんじゃないですか取材したから、まあ、だから楽しんでるんだけど、うん、俺らも、うん、俺らは俺らで楽しんでるんだけど、うんうん、敬意を払ってるとはちょっと違うかなと思うね自分で撮ったもんだからねうん、うん、まあ相手はいるんだけど、うん、って思ったらねちょっとわーって思っちゃったわ本当にそこは魂震えたあでもあれだね、うん、じゃあそういう人たち、うん、ちゃんと愛を持って接してる人たちと一緒に、うんうんうんいることが増えたことによって、そう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 気づけたってことは意味があったね。自分が本当に汚く見えるんですよ。うん、だろうね。いや、俺本当そう思うわ。だからいるもんじゃないなと思った。うん、すごい真摯に取り組んでる人。いやでも本当、俺もそうだけど、昔から本気で純粋な人とか、うん、何かにもう本当に熱い人って会うと、うんうん、自己嫌悪に陥るから、あなた会わないようにしてさ、練習せんでもすぐマスターできるタイプじゃん。うん、そこってさ。すごいことなんだけど、うん、ネガティブな部分でもあるじゃん。練習しなくてもだって。めっちゃネガティブだよ。その考え方。練習しなくてもすぐこなせるし、一、うん、回話聞いたら全部わかるじゃん。どんな話かみたいな。でもこれでいいやって思っちゃうんだよね。でもある程度できるじゃん。うん、勉強もできるし、うん、ある程度多分。で、その楽器も、拍手全部できるじゃん、うん。ドラムからベースやらギターやら、ボーカルまでできるし。触れるレベルはね。そう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 。うん、すっごい練習してる人の横行ってさ、うん、同じぐらい練習してない岸本さんが弾けたらさ、うん嫌にならない嫌になるってどういうことすごい練習してるとこ見たらああいや嫌になるってかもう基本的に俺眩しいって思っちゃうの、うん、簡単にマスターするじゃん、ま、真面目に一生懸命やってる人って、うん、でもうだから自己嫌悪になるから、うん、そういう人をなるべく近づけないようにするのそうか、うん、怖くて、うん、あのなんか悪いっていう気持ちもあるのすごくわかるすごいわかるだから練習してる人とか見ると岸本さん思い出すんですよねあの人やったら多分
秒でこなして、この人すっごい悲しがるんだろうな、とかと思ったりとか。いや、俺関係ねえよ。出すなよ、そこに。そう思うんすよ。本当に。僕は逆に何もできないんで、できることしかやんないけど、でも、練習もせんと、ほんまに、まあ5分やからええわ、って言って、取る、まあね、取ったことに対して、うん、あ、トロフィー取れたわ、これで夢になれるかもな、ぐらいの感覚で持ってたのが、すごい、うん、なんかあっちの人はさ、すっごい、いや、練習が見えました、みたいな。それさ、たまに本当あるよね。うん、いや、ごめんなさい、練習全くしてないです、と言えないじゃない。階段グランプリのあの、あでもそれ優勝した時、あ、練習本当見えて、すごかったです、とか。うん、練られた脚本ですねとかさ、うん、台本すごかそう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 、すごいですねとか言われるじゃん。やってないんだよな。やってないし、すごい取材力ですねって言ったけど、いや、あの話母親に電話でちょろっと聞いたくらいやで。一回1時間ぐらいちゃんと聞いて。でもそういう温度差はあるんだよな、うん、結構。そうなんすよね。あ、すごい愛あるんだなって。だから、うん、反省した方がいいわ。そう、と一緒にいると、うん、ちょっと自分がすごい、醜い生き物だと思う。醜いっすよね。本当に、ドロドロの、うん、ただ、ただ存在しているやつに思っちゃうから。いやいやでも本当分かるから、うん、俺は行きたくないの。そういう人たちに合わないようになるべきしちゃうの。だから本当に、これ、通して本当伝えたいんですけど、うん、もう呼ぶな。お前、それが言ってなったのかい。そう、そうですね。もう俺を呼ぶな。もう、惨めになるんだ。嫌な気分になるから。嫌な、嫌な。いや、相手もだし、だって、優勝しましたね。あれ、どうやって練習されてるんですかって言っても、俺何も答えられないですよ。してねえんだから。ないんだもんね。うん、してねえんだもん。出すものが。練習してないし、構成が、とか、あって、うん、話こんなこんなあって、で、構成で完璧で。いや、してねえんだわ。構成も何も。聞いたまま話してるだけなんだわ。普通に。道案内者と一緒なんですよ、僕からすると。わかるけど、うん、それはもうなんかサービスで、うん、なんかぽいこと言えばいいじゃんって思ってたけどね。言えない。だから黙っちゃった。はい、ありがとうございます。でもあると思うよ、ちゃんと考え直せば、うん、あのなんかそれ用にちょっと考えたところもあると思うんだけど、うん、それを掘り出すほどではないよね。ない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 。別に自然体でやってることだもんな。じゃあまあ言うわ、ほんならその聞きたいって言うんだったらどうやってやってるか、うん、奥さんと風呂入って歌歌いながら階段やってる、うん、練習してる、ちょっとむかつくわ。1、2回ぐらいむかつくわ。ちょろっと歌歌い終わって喉痛なったわ、ちょっと階段練習してって奥さんに言って、うん、奥さんがいいよって言ってわーっと話して、どうやった、面白かった、ほなこれ話すわって言ってやってる。もうない、ほん申し訳ない、ほんと練習法なんてない。コツとかね、ない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 。奥さんと風呂入って 2、3 回やるだけ。ごめんなさい、ほんまにそんだけ。じゃあもう、うん、あれよね、結婚してない人はもう奥さんを作るってところをまず最初にやるべきね、うん、僕をゴールとして見てる人がいたらね。いないだろこんなやつ。愛ないんだから練習とかに。そもそも、いや、なんでそんな言うのよ、言わなきゃいいのに別に。いやいや、すごいほんまに嫌になって、で僕が今のその汚いドロドロの位置からちょっとでも綺麗になる方法を考えたんですよ、うん、これ正直に言うことやなと思ったんですよね、うん、だからもうほんまにもう呼ぶな俺を。でもあれよね、キラキラに見えるみたいな、ちょっと罪悪感を抱えながら出るの辛いよね、うん、辛い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 んですよ。多分俺もそれもあるもんね、ちょっとその、うん、みんながすごい尊敬してるものとか、うん、好きなものっての中に入るのはちょっと気が引けるみたいなのがあるから、うん、まあね、うん、そうなんですよね。それが言いたかったんですよ。ずっと我慢してた。呼ばないでほしいっていうのを。呼ばれてんだったらまあいいじゃん別に、その階段は別に話さないですけど、うん、っていう、はいはい、そのそうっすね、他のね話はできるじゃん、うん、絶対階段の話しないといいよね。もうそこに僕すごい、うん、ちょっとあるんでいろいろ。でも俺すげえ今聞いててびっくりしたのは、うん、プライベートでも階段話すの、山優さんは嫌ってた。俺それすげえなと思った。仕事になっちゃうからやだ、やりたくないって言って、やだよね。俺も逆に、うん、さあ、ロックさんに上がってた。そうだよね、うん。話すのやめましょうって言ってて。でも知りたいんだろう。ただ話す人はやっぱ話すね、普段からね。俺はもう。したくないもんね。惨めになるから。話したくないし。やっぱり、その、会う機会がなかったから会えた時に聞こうって思うこととかってあったりするじゃないですか。うん、なるね、で考えてきてくれて、その時に、よく聞かれるのが、練習どうやってやってんですかとか、うん、
なんすよね。じゃあもう公開したらいいんじゃない、うん、してねえっていうの動画撮って奥さんと風呂入ってるとこあのモーニングルーティーンみたいにさ階段ルーティーンで、うんうん、お前がその大会とかイベントに出るまでのあのどういう流れで階段を練習してて、うんうんうん、どういう風にその発表するかまでを一連を撮ったらいいんじゃない、はい、10分あったらさ、うん、9分半までダラダラしてるぞあとの30秒奥さんと風呂入ってちょろっとやってそこでやるわみたいな、うん、ほんでもうすぐ劇場よスーって何がおもろいのそんなもんいやいやでもそれがリアルっていうね、うん、そのなんかだから隠してると思われると思うんだよそれ本当ないんだろうな今ので答えてたら多分ね誰とも言わんけど、うん、あのほんまそれも時間なくって全く練習せず行ったんですよ、うん、ほなもう100回200回練習してる跡が見えるって言われて、うん、嘘やろと嘘つけと思ってしてねえわそうなんだよなびっくりしてそれ聞いた時にほんまに言ってんのこの人みたいな、うんうん、まあでももうあえてフォローするわけじゃないけど、うんうんもう普段から、うん、もうこれずっと俺らこういうのやってるじゃん長年そうそうやってるでこれって基本もうさ、うん、考えて構成立ててとか台本作ってってずっとやってないからやってないそういう意味ではもうなんか作るのが慣れてるとかあるのかも ね、 まあね長年やってて自然に身についたのかもしれないね、うん、5年やってるし、うん、でそもそも作家っていう仕事やってるから、うん、あのそれも構成はできるじゃんそう無意識にしちゃうんですよね、うん、話すときに、うんこう話したら分かりやすいここが一番面白くなるかとか生きるかとかはねもう4コマ式でやってるんですけど、うん、4つに分けるっていうのやってるんですけどずっと話すときに、うんうんうん、もう勝手にやっちゃってるからそういうのを教えてほしいんだって多分その、うん、聞いてるのはこんな面白くないでしょどうやって作るのとかっていうのは、うん、そこでしょ作ってねえんだもんだからもう自然とやっちゃってるけど、うん、あその自然とやってる部分も自分で分析したらってことよ多分、うん、誰に生まれできないよ腹立つわそう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 ほんまにだからほんま呼ばんでほしい、うん、ほんまに嫌になったから、うんまあまあね、なんかほんま年下でも敬語になっちゃうもん、うん、あそんな考えてるんだとか一生懸命やってる人に対してはやっぱね、うん、そう思っちゃうねそうあのほんまにノンタイトルでこれから絶対タイトルも取らんであろう人がいてね、うんうんうん、話させてもらった時にタイトル取らんやろなと思いながらも敬語になっちゃったもんねちゃんと愛あっていやだからそうなんだよ考えてるんやなって思っちゃうとそう俺ねだからそれを勘違いされるの嫌なんだよな、うん、そのなんかバカにしてるみたいに思われるの嫌なんだよしてないしてない全然そんなつもりないんだよな、うん、すごいむしろ引け目を感じちゃうから嫌なの、うん、ずっと黙ってたもんななんもねえから話すことなんで呼ばれたんだよお前わかんないわかんないですよまあでもそれは難しいね自分で話すのね、うん、そうですね、うん、なくなっちゃったまあまあいいっすよ別に本当に要はあれでしょ飲み会呼んでくれるなってことでしょあの飲み会とか会談会とか呼ぶなもういかん俺はお前でも偉いなそれ断らないもんね、うん、断れないんですよ、ね、呼ばれるとねそう、うん、次から断っていこうかなだからでも毎回言えるんですよ僕はもう月に数回しか会談やってないから会談会というものに呼ばれても何も答えられませんよっては送ってます最初にやることないとそれでもいいですって言うから言ったんですけど、うん、やっぱ会談の話になるから黙ってますね、うん、ですごい惨めな気分になってみんなほんま考えてるんやこんなみたいな俺みたいなダラダラしててんやろかみたいな考えながら、うん、ずっと頭の中ぐる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 して、うん、酒も飲めんし俺なんて、うん、ぐる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 してそのまま奥さんとこ帰って家帰って、うん、こんなんあったわこんなんあったわって言って、うん、愚痴こぼして深く眠るっていうぐらいしかできないのよ、うん酒も飲めんからね深酒できないからねできないからね、うん、めんどくさいな本当につらいわほんまにつらいじゃあちょっと皆さんね直接は言えないと思うんで噂で広めていただいてこれを、ね、早瀬はこういう人間だというのを言っていただければ会談会とか呼ばんでほしいらしいですよなんかすごい惨めな気分になるんであのほんまに誰とも会いたくないとかじゃなくて、うん、惨めな気分になるから嫌だっていうことだよねいや分かる分かる俺は愛がないんでそれはそんな大して、うん、皆さんと比べたら本当何も考えてない人間なんで中身が本当にないんですよ直接言えよもうこれを通してじゃなくていや直接言えないですよそりゃ中身が本当にない人間なんで呼んでも何も大した話聞けないですよ、うん、ということだけ、うん、取材したりとかどうしたりとかっていうのは聞ける教えるけど会談に関してもほんま全く練習してないんでそれだけあお願いしますということで、これで終わりにするどうします最後にじゃあ謎書く読むこの空気でかわいそすぎるわあ
じゃあね、1個、はい、1個あの生配信に対するやつあったんで、はいはい、いいですね、それ読もうかな。岸本さん、林さん、林さんの奥様、いつもお世話になっております、山椒魚がささやく夜と申します。はい、ありがとうございます。メールはお久しぶりに書かせていただきます、うん、そうですね、覚えてます。ロックカフェロフトからの放送、うん、大いに楽しませていただきました。ありがとうございます。長かったですけど短時間ね、ありがとうございます、うん。同店のスパイスカレーが美味しく、すでに3度食べに行きましたが、うん、いいね、召し上がられましたか、おすすめですと。今日ね行ったんですけど、ちょっと店長さんと僕ら仲いいじゃないですか、うん、ちょっといらっしゃらなかったらまた今度行こうかなと思ってます、ね、はい、はい。さて放送の最中、うん、島田さんが左側をやられていると話されている途中、うん、かぶさるように男性の大きなおおおいという声が聞こえ、うん、しっかり会が起きて嬉しくなりました、うん、店長さんの声質でもないし、あんな声を上げるわけがない、うん、関連して先日シリにまつわるお話がありました、うん。10月10日に林さんが参加され、うん、自分も東京から遠征した大阪阿部のハルカスで開催、はいはい、アプスさん主催会談会のことです。あれよく面白かったな。どなたがお話しされていたか忘れてしまったのですが、うん、自分の隣の隣くらいに座っていた若い男性のシリが、うんうん、私は至って真面目です、うん、と急に話していました。あった。どんな風にすればそんな応答音声が流れるのか不思議でした、うんうん。ちなみに自分のエクスペリアも、山優さんの会談会中などに Google がどんなご用でしょうかなどとよく起動します。楽しいですね。思えば自分が最初に幽霊らしきものを見たのも、大阪道頓堀での会談会中でした。3年くらい前の、会談会中、うん、終わりとかじゃなくて会談会中です。すごないそれ。ね、3年くらい前の中山一郎先生主催ダークナイトです。トップですよ。ダークナイトで言えば他に道頓堀新宿で会場の誰もが分かる会を各1回ずつ経験しています。まさに会を語れば会至るなんですね。すごいね。またぜひオンラインでも我々を巻き込んでのイベントをお願いします。はい。やっぱ会談、うん、とか、まあ俺らの場合はあのロックカフェのやつね、うんうん、は多分島田さんがまあそうっすね、そうなんだけど、いい話だったな。やっぱあの阿部のハルカスのやつでもあったんだ、うん、あった。それは知ってんだ。覚えてる覚えてる。あ、覚えてる。エタさんが話してる時かな、うん、それこそもう俺の目の前に、うん、目の前の列にレーンに座ってた女性だったかな、うん、のシリが急に、うん、そんなんとかかんとかかんとか、俺何言ってるか分からなかったんですよ、うん、なんか話聞いた時に横でシリがなんか話してるの聞こえてて、あみたいな。そしたら、うん、深津さくらさんが終わりで楽屋で、うん、いやなんか真面目のなんたらかんたらって言うてましたよみたいな、うんうん、でそれもちょっとかかってんです確か階段と下田さん内容と、うん、私は至って真面目ですって言ってる。そうそう、そんな話をしてて下田さんが、うんうんうん、でそれのアンサーちゃんってなっていや怖い、シリがそう、怖いねっていう話をしてたんですよね、うん、覚えてます。なんか、うん、でまあちょくちょく、うん、シリとかエクスペリアが、まあ、起動してなんか、うん、なるんだって階段階。へで一番幽霊らしきものを見たのも階段階の途中だと。階段をやってる時に幽霊を見るってどういう状況なの、うん、それこそ村上ロックさん言ってたわ。あ、そう。まだ六本木の時言ってたかな、うん、なんかあの階段離したら、うん、それこそもベターな貞子みたいなやつが、うん、トイレから出てくるんですって。みんなが見たんですって。なんやあれみたいな、うん、でも誰も言えなかったんですよ。リアルすぎて人間だと思ったっつって、それをロックさん話されてて、いや霊出たんすよって、確かそんな感じの話だった。なんか俺らロフトプラスワンよく出てた時もさ、うん、あのトイレ付近に霊が出るっていうのがあったよね。話が言ってた、ね、で見える人はそこでもういるの分かってるみたいな言ってたな、うん、言ってた。だからトイレ済ましてくるって ね言ってましたね。まあ俺もライブ中っちゃライブ中よね、大体ライブ中ライブ中言ってた言ってた、その話。なんかあんのかな、やっぱり寄せつけるとかっていうね。それこそ、まあ、古い話で申し訳ないけれども、青アンドンっていうね妖怪がいて、うん、それも百物語済ましたら、ね、青アンドンっていうのが出てくるとい う、まあ、召喚術ってなってるんですけれども、うん、まあ、そういう話もあったりするからね。うん、おもろいですわおもろい話ですよ、ね、でも俺らは怪談じゃないから、うん、結構話してるのが、そうそう、都市伝説でもそういうのでも寄ってくるのかね、逆を言うと。うん、どうなんでしょうね。まあ階段ってもう明確に階段じゃん、うん、そうですね、
俺らふわっとしてるじゃんその辺。うん、してる。怖い系の話もあるけど、うん、人怖だったりとか、人怖だったりするじゃん。それって階段に入んのかね、うん、その霊が寄ってくるっていうやつの。確かにね。だって霊の話あんません。そうそうそうなんだってね。だから、うん、でもプラスワンの時はそんな話出てたし、うん、見えてるみたいなこと言ってる人に確かいたから。いたあんのかな。そういう話自体なのかね。怖いっていう。かな。なんだろうね。それ本当にちょっと知りたいな。そうだわ。仕組みを。俺らだって UFO の話したりとかさ、会場で、うんうん、霊能者の話したりとか、確かに。幽霊の話してねえよな。でしょ、うん、でも怪談ってどっちかってそっちが多いじゃない、うん、で幽霊の話をするから幽霊が寄ってくるっていうのはなんか理論的にちょっとわかるじゃん、うん、あれじゃない。じゃあもうお客さんの怖いっていう念みたいなもの、うん、感覚みたいな。あ、なるほどな。人怖でも UFO でも何でもかんでも怖がらせるっていうゴールは一緒やん俺ら、はいはいはい、全部、うん、その仕掛けは違うにせよ、うんうん、それなんかな。それはちょっとわかるわ、うん、だってあのじゃあちょっと前の話だけどアドレノクロムみたいに恐怖感を与えると脳にあの物質が出るっていうのはまあ実際そうだから、うんうん、あのそういうモードに入ってんじゃない。お客さんの方が、はいはいはい、俺らじゃなくて、うん、ってことは別に階段であれなんであれ確かにいいのかもしれんね、うん、確かにね。あでもすごいさ俺あの反省してることあんのよ。何？生配信の時に、うんうん、あの島田さんがすごいツヤツヤで全然姿形変わらんなみたいな前から話してる時に、うん、アドレノクロムとかありますもんねって岸本さん言ったじゃないですか、うんうん、自分の息子使ってんじゃんって俺言ったんですよ、うん、すっごい反省してる。あんな息子可愛がってるって言ってたのにさ、息子娘どっちかな、まあ、子供可愛がってるっていう時にさ、我が子の肉食ろうてさ、我が子にストレス与えてっつってたね。そう、ストレス与えてほんで自分で綺麗さ、まあ、美を保ってんちゃうんって言った時に島田さんの結構強みのさ、うん、パーで肩トーンってやってたね。なけねえだろ、子供可愛いのによ、自分の美しさ保つためになんなんだよって言ってて、言ってた。ほんま半個と言うてもうたなって思ってたよ本当に。お前笑ってたよだいぶ。後で奥さんに言われたんですよ、 あれちょっと言い過ぎだよ、悪いよって、悪いよって。いやでそれ聞いた時に、うん、そんなひどいこと本当に言ったの俺って思って、俺ほんま覚えてなくてあんまり。ただ、うん、俺が言ってた、多分お前が言わなかった。そうですよね、そっちに誘導してたもん、うん、俺ちょっと。そうですよね、うん、すっごいひどいこと言ってたなと思って、うん、ちょっと後悔してますし反省してますし謝罪しななって思って。でもあの話を振ったのは島田さんだから。そうっすよね、うん、アドレノクロムの話を出したから、そう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 、あの島田さんもあの若いですよねって言っただけだから。でもっと言うと鷲見さんが美の話したんじゃ。そうそう、じゃあ鷲見さんが悪いんだ結局。鷲見さんが謝んなきゃ俺らに、うん、もっと言うと、うん、俺らを呼んだロフトが悪い、うん、あロフトだわ、うん、でもロフトですわ、うん、本当ですよ、うん、カレーおごってもらおう。そのうまいやつ。スパイスカレー。そうそうそう、うまいやつね。はい。はい。ありがとうございます。いや、本当にいいお便りです。はい。そうやって面白いですね。でも怪談界に怪異が現れるというのはね、あっちから寄ってくるというのは、うん。ちょっとその理論解明してる人いないのかなと思った。あ、でも恐怖の研究してる人いますよね。一回対談しましたよ。あ、そうなんだ。うん。脳がなんたらかんたらって言ってたわ。脳か。うん。って言ってた。恐怖が、いや、自分は科学をやってる、科学をやってるから、脳とかの。だから霊というのいるというのではなく、そういうものを見てしまう環境とか脳の状況状態っていうのを研究してるから、霊とかはちょっと一回すみません置いといて、そういうのを見る状態状況っていうのを僕は研究してます、恐怖についてって言ってて、どういう物質がとか、うん、はいはい、すっごい面白かった話聞いた時。それは面白そうだな、うん、しゃっくりとかって伝染するでしょって、うんうんうん、恐怖もそうなんですよ、人怖がっているとこ見たら怖くなりません、あくびとかも。そう、それがもう脳の伝達なんですよ。どういうことか分かりますかって言って、例えばドッキリの子食うたらあかんとかっていうのも情報と体で覚えていってるから、うんうん、恐怖っていうのは伝達するんじゃなくて伝達させてるんですみたいな、ここは危ないぞっていうふうに恐怖を、うんうんうん、だから本能でそれ知ると生存確率上がるもんね。そうなんですよ、だからそこに危ないものを見せれば脳がね、うんうん、ほんまにストレス与えた時にそっから逃げるでしょって、うんうん、危ないから、うんうん、それなんじゃないですかねって言ってた。だから生存本能だ、うん、逃げるためにそっから、だから幻覚を見せるんじゃないかって話してた、ストレスを感じた時に、うんうん、面白い、面白かったです、すごい、うんうんうん、
いい話です。助けるためですね、だから自分を。はいはいはい。うん、なるほど。まあ、それと怪談会は全く関係ない。ごめんなさい。だいぶ違うなと思ったけど。ストレス感じる。それとはだいぶ違うなと思ったけど。フォーの話なわけないもんね。だってみんな逃げなきゃいけなくなっちゃう、うん、そうなると。そうですよね、うん。ストレス感じるほどって、どんな話してんだよって。楽しいできてるのに。ということですね。はいはい。はい、まあ、そんな感じです。で、お便りちょっとあんまできなかったんですけど、はい、お便り会は しばらく強化中ですので、はい。次回じゃあ僕読みますよ。初めての方も全然送ってください。はい、お願いします。我々ツイッターやっておりますので、そちらで最新情報をゲットしてください。トシボーイズで検索すると出てきます、はい。あとメールアドレスございます。トシボーイズ02@gmail.com toshiboys02@gmail.com、こちらご意見ご要望、そしてお便りの方もお待ちしております。はい、お願いします。あとホームページもございますし、はい、いろいろあります。はい、12月の13日までその先ほど言った生配信の、ね、アーカイブか、アーカイブ残っております、うん、会議が起こりまして、うん、例の声が実は入る、多分過去最高分かりやすいわ、ね、俺が出た中でも、うんうん、始まってから2時間24分のポイントですね、うん、そこで島津さんが話している時におーいというもう誰も発してない声が流れるという会議が起こりました、うん、はい、ぜひそれも2000円でね楽しみできるんでお願いいたします、はい、ぜひお願いします。調べてください、出てきますすぐに。はい、ということでじゃあ締めます、はい、今回で今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です。イルミナイルミナイルミナでした。ありがとうございました。